こんにちは、視圧伝導士のタカです。今日のテーマはお味噌作り。突然ですけれども、皆さん赤味噌と白味噌の違いってご存知ですか？僕は知りませんでした。白味噌は作りたての味噌で、赤味噌はそれを熟成発酵したものなのかなーって漠然と思っていたぐらいなんですけれども、今回ちょっと調べてみたんですね。そうしたら、どちらも原料は同じ大豆なんですけれども、その製造工程がどうやら違うそうです。白味噌は大豆を茹でることで、その大豆に含まれたアミノ酸がお湯に溶け出して色が白っぽくなるんですけれども、赤味噌は大豆を蒸して作られ、アミノ酸が加熱された時に褐色物質を生み出すメイラード反応ということが起こることで味噌が赤っぽくなるそうなんです。ですので、正確に言うと今回僕が作るのは白味噌になりますね。前回米麹作りについてお話ししたんですけれども、米麹作りはお米の浸水時間とか蒸し加減とか温度管理、あと手入れの工程とか、ちょっとねトライアンドエラーが必要で、マスターするまでに時間がかかるようなものだったと思うんですけれども、お味噌作りは全然そんなことないです。材料さえあれば誰にでもできるものです。猿にもできる。まあね、どんなに美味しくても猿の手についた常在菌がたっぷり入った味噌っていうのはちょっとあれなので、僕は食べたくないんですけれども、本当に簡単なんです。では味噌作りの3か条。1、麹。2、炊き。3、仕込みと言われています。で、これらを1年から3年ぐらい熟成させたらお味噌の完成です。簡単ですよね。で、この1番目の麹というのは米麹、できたら作りたての新鮮なものを使いましょう。で、2番目炊きもしくは蒸し、これは先ほど言いました白味噌を作る場合は大豆を茹でる。で、赤味噌を作りたい場合は大豆をよく蒸すということです。3番目の仕込みなんですけれども、これは材料の麹と大豆とお塩をよく混ぜる、本当によく混ぜるということが大事で、その後に空気が入らないように容器にしっかり詰め込むということなんですけれども、この空気が入らないようにというのが味噌作りの一番の味噌なんです。味噌なんです。そもそもお味噌とは酸素呼吸で育った麹菌が生み出す酵素プロテアーゼ、アミラーゼと、酸素を必要としない酵母乳酸菌が発酵を促して作ったものなんです。この空気が必要もしくは必要でないというのは、発酵というのは大きく分けて好気性発酵と嫌気性発酵というものに分かれるからなんですよね。麹菌をお米に種付けして、米麹を作るときには容器を少しこう空気開けて酸素が入るようにしましたけれども、麹菌は酸素が必要な好気性菌なんです。一方で味噌に含まれる酵母とか乳酸菌というのは酸素を必要としないので、これを嫌気性菌と言います。お味噌は嫌気性発酵プロセスをたどるので、空気を遮断する必要があるということなんですよね。ちょっと難しいこと言いましたけれども、要するに味噌作りでは空気をしっかり遮断することが大事ということだけ覚えておいてください。では空気の遮断が甘くて容器の中に酸素が入ってしまったらどうなるかというと、これは単純にお味噌にカビが生えてしまいます。まあこれはすごく自然なことなんですけれども、カビも好気性菌なので酸素があるところでしか繁殖しません。お味噌の表面、本当に表面の空気と触れ合ってるところにしか生えないので、お味噌の内部にカビが進行することはまずありえないので安心してください。表面のカビだけちょっと取り除いてあげて食べることができます。この空気の遮断法に関してはたくさんあります。塩を振ったり、ラップをかけたり、酒粕を塗ったり、いろんな方法があるんですけれども、僕は自分が作った熟成しきったお味噌を表面に塗るようにしています。もうね、カビ菌が繁殖しないぐらいに熟成発酵しきったお味噌を新しいお味噌の表面に塗るっていうのはすごく理にかなった方法だと思うんですよね。僕もこの方法を始めてからお味噌の表面にはほとんどカビが入ることはなくなりました。もちろんね、完璧というわけではなくて、この容器のヘリとかには
カビがつきやすいので、その辺をきれいに拭き取る必要があるとは思います。あと天地返しをするかしないかという問題もあるんですけれども、5キロ未満の少ない量を作る場合には天地返しする必要がないそうです。でも5キロ以上、10キロとか大量のお味噌を作るときには、お味噌の上の半分と下の半分を数ヶ月したところでこう入れ替えるっていう作業が必要なそうです。あとお味噌作りで大事なことというと、寒仕込み、冬に作った方がいいということなんですけれども、これに関しては材料はその年に採れた新鮮なお米と大豆を使うことが必要ということと、寒い冬に作ることで雑菌が繁殖しにくいということが挙げられると思います。手前味噌という言葉がありますけれども、文字通り自分で仕込んだお味噌の味は格別です。あ、もう一点、もう一つすごい気をつけないといけないことがあったんですけれども、味噌作りをしているっていうと、みんなにすごいですね、いつからそういうことをやってるんですかっていうふうに言われると思うんです。そういう時に味噌力とか言うと大ごけしますから、本当に気をつけてくださいね。